チーズの専門家フロマジェの世界大会で3位に輝いた永原さん。永原さんは目室町にあるこちら東洋チーズファクトリーで去年6月からナチュラルチーズの製造販売を始めました。自社のローリー車で毎朝運ばれてくる地元十勝産の牛乳を使って熟成させたチーズは、味はもちろん食べきりのサイズ感が人気を集めています。塊でチーズを買ってしまうと1回食べるとラップをして冷蔵庫に入れてしまうんですけども、フードロスになってしまうということもないので、それで選んでくださるお客様もいらっしゃいます。味もサイズもパッケージにもこだわるこの商品ですが、販売のシステムが少し変わっているんです。会員制で販売しております。こだわった商品を応援してくださる皆様にっていうところで会員制を取らせていただきました。特別感を出すために始めたという会員制。会員券は1万円しますが、去年から販売を始め、会員数は現在500人。そこに貢献したのも世界大会での実績です。おそらく100名以上は、増えていると思います。徐々に私どもをこう知っていただけるきっかけになっていると思います。周囲からの評価も抜群、今後への期待も高まっています。努力家で常に何か勉強している女性です。で、世界を取った時も取るべくして取ったなっていう印象でした。新聞だったりとかテレビとかで取り上げられる頻度も増えたので、催事とかで店舗を出してて記事を出してると興味を持って聞いてくれたりとか、この記事の人は本人ですかみたいな結構興味持ってくれることが多かったですね。それのおかげで売り上げ上がりました。そんな彼女がモットーとする一言がありました。感謝はもちろんなんですが、今回は自分の力じゃない奇跡っていうのが本当にまさにそうで、奇跡をこう信じて、努力することを忘れないように頑張っていきたいと思います。奇跡を信じて、目指すは世界一のフロマジェです。さあ、召し上がっていただきまして、ものすごいおいしい。あら、いや、いい香りだし、いや、ここまでいい香りするんです、ね。先生、いかがですか。このね、パッケージがおしゃれなんですよ。高級チョコレートのようなね、パッケージ で、しかもおっしゃる通りでサイズがね、食べきりサイズでしょ。これやっぱり日本人ってそんなにチーズ一度にたくさん食べないから、ありがたいですよね。どうですか、母さん。コクがあって美味しいですね。ワインいただきたいです。ワインや。ワインはないんですね今日。そうなんです。今日はこのいろいろ料理にも合いそうですか。あ、そうですね。サラダの上にこうちょっとカットしてかけたりとか。美味しい。会員制ということで、上限が1000人だそうですが、もう500人まで来ているということで。ほら、すごいね。人気が高まっているようでした。今日終わったら我々3人入会ですね。入会ですね。美味しく味わってみてください。それでは今日の K ナビはこの辺で失礼します。また来週です。